本日のメインイベント特別試合シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー350ポンドベイダー、赤コーナー255ポンド川田俊明、レフリー和田恭平、始まりのゴングが鳴りました。終わりのゴングはいつなるのでしょうか。放送席解説はジャイアント馬場選手です。馬場さん、よろしくお願いします。はい、よろしく。強烈なキック、ものすごい音、ロープに飛ばした、プレスしていった、抱えた、バックにまた、と投げていきます。させません。逆に返した、けさ切りを振り下ろします。エルボー。馬場さん、川田の強さって言ったら何なんでしょうか。やはり気の強さじゃないですかね。やはりそうですか。そのまま全体重を預けます。ストンピング、キックを追っていきます。パンチ攻撃です。逆に脇固めで切り返す。この辺りスタミナを奪っていきます。逆水平、ロープに振った。外人選手は意外と脆いところがあるんですよ。なぜかというと、ちゃんと受け身が取れないんですね。はあ、頭から落ちてしまう。これ受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。そうなんですか。バーッと垂直落下式、リング上は逆肩エビ固めの体勢。足を狙っていきます。2位を突き上げます。馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね。ものすごい気合いの入りようですね。コーナーに振って、容赦のない蹴りが入っていきます。ハンマーを振り下ろします。あっと、パンチです。ロープに逃れます。あっと、そのまま投げつけます。見せていった。カウント2で返します。
腕しぎ逆十字の体勢。打っていきます。ジャーマンスープレックス投げ捨て。抑え込んで。カウントは2つ。惜しい。あっとそのまま倒していった。抜いた。パワーボム。惜しい。本当に惜しい。あっと返していった。こらえました。ロープに飛ばした。ホイップしていった。のドア落とし。まだ返します。諦めません。この選手バーッと丸めていった。返した。返しました。ハンマー落としていく。投げ捨て式。どうだ。カウントは2。逆に振り返した。パワーボム投げ捨て。そのまま投げていった。起こします。顔面ジャンピングキック。どうか。これも2です。後ろに投げていった。相手が後背を垂らす。抱え上げた。パワーボム。カウント3。カウント3入りました。